やめようか、もう、ほんまに。ほんまにもう、あかんやろ、これ多分。やめた方がいい、ほんまに。こんなに怖かった、次の日。こんにちは、夕刻ロベルです。スーパーがね、舞台らしいですよ。霧立ち弓。なんか、夕刻の夕の字入っとる。感情移入がいつも以上にできる。なんか、願書、履歴書みたいな感じが、これ。アイドルを、アイドルを目指している理由は、私と同じ名字の目黒という場所は芸能人が多く住んでいて運命を感じたからです。まあ、まあ、どんな理由であれな、それをとやかく言うことはできないからな、俺が。うん。8時から9時、土日入れない。撮ってくれる人いる？これ。いけるか？おい、皆さん、誕生日が俺のデビュー日や。おい、なんでや、これの。なんや、この俺とゆかりのある人たち。スーパーや。すごい、美味しいビスケットが全然美味しそうじゃないパッケージしてる。すごい美味しくなさそう、あのビスケット。あれでゴーサイン出せる普通。こういう時にな、あれやね、俺あれが好きやね、調べてみたらとかで万引き G メンのやつ一番好きやね、俺万引き G メン。あの人取るよ、あの人取る、あの人怪しい動きしてるな。あの人怪しい動きしてる。うん、入れるんじゃない、あれ。バッグ開いてるから、多分手提げ袋に入れるんじゃないか。入れたみたいな。でもいつも思うけど、あれ万引き G メンの方が尋常じゃないぐらい怪しい動きしてること多くない？万引き G メン。で、進んでいくぞ、これ俺。え？あ、え？あれで使い方合ってます？随分変わった位置にありましたね、テーマパークみたいな。すごい、他の人は全くもって動いてるのに、このお父さんだけはずっと撮ってる。これ撮るんちゃう、この子。この子なのか、この人みたいな、痩せたジェラードンみたいな感じしてるけど、これ撮るんちゃう、これなあ。これ皆さん見張っときよ、奥よ、見張っときや。すごい、牛乳の横にビールがある。珍しい光景や。皆さん、飲み物コーナーがだいぶ圧迫されてきますね。キリタチさん、また万引きが増えてるので。店長、店長いました、一人。絶対あいつです、目黒さん。すごい指の角度。あ、もうなんかそれ品出しの機械じゃないよね。なんかこの店で取り入れてる品出しを楽にするためのなんかロボットみたいな、なんかそう。